ちは、神玉です。今日は長野県に来ました。パクさん、長野県です。初長野かな。初ですか。長野市は松本市と違うんですか。松本はあっち、諏訪とかも行ってる。上田も行ったことある。やばい、私より全然詳しかった。1998年、長野オリンピック、懐かしい。1998年は8歳です。駅がすげえ。今日は長野県にて結婚式の余興です。パークさん、はい、最近、何ですかそれ。何が、何してるんですか。右手いつもこうしてるよ。見えてるんですか。何が。感じてるんですか。見えない。パークと付き合ったら何があるんですか。何がある。特典。毎日楽しいよ。そうでしょ。人楽しいと思います。料理楽しいでしょ。毎日一緒にいないですね。嘘つく。いいっすよ、右手疲れますよね。何が。右手疲れますよね。いつもこうだからね。でも帰るわ。これから仕事です。こんな感じの普段楽屋です。イエーイ。痩せちゃった。何キロ痩せたんですか。6キロ。6キロ痩せて今2キロ。それ4キロ痩せたって良くないっすよ、断食。いやいや、健康的なやつだからね。普段食いすぎなだけですよ。ああ、そういうことで言うんだ。乙女。普段こんな感じの楽屋です。うわ、おいらが口つけたと。あ、大丈夫です。いらないか。ちょっと映ってないから。映んなよ。やだやだ。こんな感じで毎日付き合ってます。違います。こんな感じで楽屋過ごしてます。ただいま仕事が終わりまして、パークとは解散し、石井ちゃんと二人で旅に出てきます。デレレレデレー、善光寺来たよ。何が有名なんだろう。そば粉、クレープ、ガレットや。そば粉のクレープってガレット。来た。そばクレープ。いただきます。うまい。うまいけど、普通のと違いが。クレープを食べながら、そばを選んでるっていう。あ、すごい量少ない。少なくないか。さっきタクシーのうんちゃんに聞いた話によりますと、善光寺は女犯、女犯なんだっけ、女人の女人、女の人が参る、なんだっけ。すごーい、来たぜ善光寺。おみくじやりたい。恋愛運、恋愛運。これや。来たよ。せーの、でん。大吉。大吉。大吉。お得チョーンス。乙女座が理想的です。 B 型か O 型が理想的。 A 型は避けなさい。2,3 歳の差が理想的。蛇年が理想的。虎、うさぎ年も良いでしょう。結婚、理想に近い相手を得ることができる。
もう満足です、善光寺。ありがとう。やったー。